One, two, three. Bend, bend, and down. Down, down, and down. Down, down, and down. Down, down, and down. 夏の思い出、手をつないで歩いた海岸線。車へ乗り込んで向かったあの夏。正確な集合時間、時間にルーツな事象、遊び人、遊びながらダラダラせず、朝から天候は完了、天気は良好、向かう先夏ならではの旅行、山、川、よりやっぱ海、男女混合で最高にグービーな音楽かけガンガン、車に照らす日はサンサン、やる気はまんまん、なぜなら車でビーチブーブー膨らまし、頭クラクラ、窓を開けきるクーラー、つらすぎるほどの暑さ感じながら、ダラダラ汗流し笑いながら過ごした夏の日。夏の思い出、手をつないで歩いた海岸線、車へ乗り込んで向かったあの夏海なんて思い出して、感じるこの季節が来るたび思い出してる、思い出せる。せーの、ジャカジャン。ケツメイシの夏の思い出カズレレリュー、超シンプル簡単バージョン、ゆっくりバージョンやってみました。いやー、今の時期この曲いいですよね。もう本当になんかメロディーもいいし、このラップのところのねタイミングもね、なかなかやってみると面白いですからね。しかもコードは入門コード3つですよ。 F と Em7 と Am。 これはもうめっちゃ簡単で、あとでもうちょっとね、さらにこれより簡単になる方法を伝授します。これはね、もうキッズでも弾けると思うね。はい。それは後でね、もうちょっと簡単になる方法も、レクチャーするのでお待ちください。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、今のはウクレレ練習用ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってます。まずあれでね、なんとなく曲の雰囲気を掴んでください。で、この後や後半のかっこいいバージョンでは、ブリッジパートというパートを追加します。一人だけで、過ごす夏の日にっていうところが足されて、またさらにボリュームアップしてるんですけど、それでもやっぱりフルでやるとものすごい長いんで、で、これ安心してください、皆さん。この曲ね、ループ。ループっていうのはね、コード進行、このコード進行がずーっとひたすら回ってるだけなんですよ。で、後半やるかっこいいバージョンのそのブリッジパートのところ以外は本当にこれぐる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 回ってるので、これはですね、ウクレレの演奏においては簡単。だけど、歌とラップは難しいですよ。はい。あの雰囲気出すの本当難しいんですけど、やりがいはもうバッチリあるんで、どんどん取り組んでいきましょう。そして、動画のテロップ見ながらできた方も、やっぱり、ね、紙に書くといいと思うんですよね。ご自身だけでできるようになった方が、やっぱり もちろんいいと思いますからね。で、後半のかっこいいバージョンで足されるブリッジパートとかも書いて、ご自身だけでこう練習してみてね、どんどん高めていきましょうということでございます。で、その時に、ガズがいつも、このノートを見ながらね、ガズっていつも演奏してるんですよ。はい。で、今日はちょっとね、ラップなんで、さっきも言ったけど、ループってことでね、ずーっとこのコード進行が回ってるってことなんで、歌詞だけっていうのもあるんですけど、一応これ、このシステム今始まってます。ガズクラブというシステムです。これはですね、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、このガズのこのアップロードして最新動画のこのデータを含む、ガズが今まで取り溜めてきた山のような曲の中から毎月5曲、皆さんお好みの曲を選んでダウンロードしていただけるという画期的なサービスになっております。ぜひ皆さんメンバーになってください。待ってます。はい、じゃあさっと映しますね。今回だから、このコード進行、これイントロのコード進行なんですけど、これがずっと回ってるだけ、これがループです。
ですね。FFFF Em7 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 Em7
。はい、これね、ループって言うんですよ。こういうのね、この中でこうメロディーだったりラップだったりどんどん繰り広げられるという、そういう面白さがあります。はい、一応こんな感じで書いてますということです。はい、これ一時停止してもらってもし、テロップをね一時停止してもらってもいいと思うんですけど、これノートならではのポイントはこの点でねリズムを測ってるんですよ。結構こうリズムがね、あの面白いところでこうリズムがこうオンになるんで、はい、でここが一番のラップの部分ですけども、一番のちょっとだけなんだけど、こんなに言葉があるんですよね。はい、こんな感じで数を書いて演奏してみました。もうコード進行はここにもちょっとガイドで書いてるけど、もうこれがずっと繰り返されるだけなんでね、そんな感じのイメージです。で、今はですね、シンプル簡単バージョンはこれやって、イントロからこのサビをやって、このラップのところをやって、もう一回サビやってもう終わったんですけど、後半のかっこいいバージョンはその後にこのブリッジバードっていうところをやります。これ Dm っていうのコードが出てくるんですけど、ここをやってまたサビに戻ったっていうのがこれからやる後半のかっこいいバージョンです。はい、それではコードの解説していきましょう。ですね、見てこれだよ。 F と Em7 と Am、 この超絶入門コード3つ。ちなみにこの後やるかっこいいバージョンでももう一個足されるんですけど、 Dm が一個足される、これも入門コードなんですよ。この4つ、とりあえず、これをシェアさせてください。入門コードなんだけれども、これはね、ガズレレ必須コードというのをね、今日は紹介したいです。それで私がその動画でですね、その頭にスイスイ入れる方法を解説してます。ここにリンク貼ってきます。ガズレレ必須コード、この動画見ただけでもスイスイ面白いように覚えられるんでやってみましょう。そしてさっきちょっと言ったんですけど、今回さらに簡単になれる方法を伝授しましょう。さっきの簡単バージョンの F だったところを F アドナインスというコードに置き換えます。 F アドナインスというのは、ここに書いたんですけど、ここ見て F アドナインスでもっとイージーに書いてある。これ超簡単なんです。見てください、 F アドナインスっていうのを押さえる場所、ここ1個だけなんですよ。はい、そうするといいですか。夏の思い出手をつないで歩いた海岸線、こんな風です。ここと、ここの Em7、 この2個だけ頑張って押さえて Am。 これどう、これだったらもうちょっと簡単になる。これでも響きいいかなと思ったんですけどね、逆にコードネーム書くと難しそうなんで、ちょっと一応言葉で紹介しておこう。押さえるにはこれの方が簡単かもしれない。これもちょっとね、難しかったらこれ1個、さらに楽になる方法、楽になるというかイージーになる方法を、お伝えした、次第でございます。それで、ここからかっこいいバージョンに、入っていこうと思うんですけど、これやっぱりやってみたら分かりますけどね、この夏の思い出の最初のサビの歌メロのところも結構難しいというか、言葉のタイミングとメロディーラインが結構難しいというか、面白いんだけど奥が深いんですよ。で、もちろんあのラップのところね、ラップのところは言葉のタイミングをすごく掴んでいかないとなかなかこれストンとはまらないんで、聞いて聞いて右手のリズムスコンスコンと入れてください。ちょっとやってみると、夏の連休早めかけたくたて正確な集合時間、時間にルーツの辞書を遊ぶ、これタイミングよくこうスコンスコンスコンと言葉が入るのがポイントですんで、まあこれ難しかったら手拍子でまずラップの練習をするのだと思います。手拍子で夏の連休早めから計画立てって言って、この手拍子のところが4つ目のジャンジャンですからね。そうやって考えると気楽でしょ。はい、そうやってまずは歌をものにしてからかっこいいバージョンに入っていくのがよろしかと思います。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきますので、かっこいいバージョンはそのブリッジパートっていうところが追加されるんで、そこでさっきも紹介した Dm というコードが出てくるぞということなんですけど、これも入門コードなんでね、コードはこの曲、簡単、さっきから何回も言うようだけど、はい、でこの曲のかっこいいバージョンはやっぱりリズムだよね。リズム、これはですね、もうこれは やりたい。はい、ドン16ビートのチャプラスカッティングですね。これはもう超絶ファンキーナンバーなんで、もうグイグイ踊れちゃうやつです。ね、ちょっとね、こんな感じで弾いてみようと思います。ワン、かっちょいいよね、この脱力、ちょっと力が抜けてるね、この16ビートのチャ、ちょっとこう地中海っぽい感じっていうかね、そういうおしゃれ感が出るといいなと思います。これにカッティングが加わります。そうするとこんな感じで、わかる、
カッティングっていうの音がね鳴ってないでしょ。これ左手で弦をぐれてるところでカチャってやってるんですね。はい、こんな感じですね。この2つのリズムの弾き方はここのリンク行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのちょっとカッティング動画でそれぞれ濃厚にレッスン動画上がってますんで、ちょっと研究しながらやってみてください。しかしこれは最初に言ってきます、なかなか難しいリズムでございます。で、これはですね、やっぱりこういうね、こういうのを右手でやるのストロークって言うんですけど、8ビートというリズムが基本になるんです。これ8ビートでやってみると、夏の思いで手をつないで歩いた海岸線、車へ乗り込んで、これ8ビートで、まず難しかったら8ビートでやってみる。8ビートチャでやると、夏の思い出手をつないで歩いた海岸線、車へ乗り込んで、はい、ちょっとノリが変わるんですけど、まずこれでストロークでちょっとリズムのグルーブの中に入ってみて、でじっくり16ビートのチャ、さっきの動画で練習してね、夏の思い出手をつないで、あいたか、この腰にグーンってくる感じのふんわり感が出せるといいんですけど、これは難しいです。ということです。で、今なんとなく皆さん、なんか、わーっていうところあったと思うんです。ちょっと聞いてて。F の時に見てて、最初は Am にしといてからトーンと叩くんですよ。ちょっとおしゃれじゃない？だらん。追っかけてダラン、これ F の時に Am からこれ追っかけをたまに入れたりするとかっこいいです。全部決まりきった感じというよりは、本当アドリブでやってるよって感じで、ダランダツタツタンダンダン、はい、ちょっとやってみるとおしゃれにできます。これプーパーハンマリングオンという技の名前がありますけど、はい。でですね、ちょっとこっからですね、さらにこだわりたい人向けに一応ご紹介させてください。 F をですね、これあのかっこいいバージョンのデモ演奏でもここまではやんないんですけど、一応こういうのをあのいいなというふうにちょっと思うんで、 F メジャー7というコードをちょっと登場させようと思う。ちょっとコードをあのここに貼っておくけども、こことここを押さえる F を F メジャー7というコードで押さえるとさらにやばいことになるんです。あとそうすると今のみたいなフレーズをやるときにズルーンとこの4フレットからスライドで伸ばす。そしてですね、このリズム、本当ね、あの、ケツメイシの夏の思い出はね、このビートが後ろで入ってるんですよ。ちょっと聞いてみてくださいね。ワン、ツー、スリー。夏の思い出、手をつないで、歩いたか、いか、安心、馬へ乗り込んで、あった、あの夏の日なんて思い出して。すごいでしょ、これ。タッツ、タッツ、タラダッタカツ、タッツ、タッツ、タラダッタ。これはめちゃくちゃ難しいですけど、これね、どうしてもちょっとご紹介しておきたくて、あの、ケツメイシ聞くと、このフレーズがめちゃくちゃね、印象的なんですよ。タッチタッチタラダッツカッタッチタッチ、裏でくる。タッチタッチタラダッツカッタッチタッチ、すげえファンキー。かっこいいんですけど、これはもう、悶絶難しいんで、まあ一応参考程度のご紹介ということにさせていただいて、これからやるかっこいいバージョンのデモ演奏は、さっきの、シンプル、これでもシンプルというね、恐ろしいことになってますけど、やってみようと思います。さあ、この夏の思い出、ほんとループで淡々とリズムがぐーっと回ってる中で、サビにメロディーが来たり、ラップで来たりとか、まあ、B メロのとこもラップとの掛け合いがあったりとか、そのね、こうシンプルの中でのこの歌のドラマっていうのはね、すごくこう感じられると思うんですけれども、そんなの意識して、もうまさにこの夏真っ盛り、もう今残暑ですけど、これがですね、冬に夏の思い出になるわけですから、もう思いっきり汗流しながら熱唱していきましょう。それでは皆さん、やってみましょう。ケツメイシの夏の思い出ガズレレリュー、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ブンダルンダウン、ダンダラダウン、ダンダルンダウン、ダンダラダウン。夏の思い出、手をつないで、歩いた海岸線、車へ乗り込んで、向かったあの夏の日なんて思い出して、感じるこの季節が来る旅を満たしてる、思い満たせる。夏の連休早
夢か計画だ正確な集合時間時間にルーズな事象遊びに遊びならダラダラせず朝から天候は完了天気は良好向かう先夏ならではの旅行山川よりやっぱ海男女混合で最高にグルービーな音楽かけガンガン車で照らす日はさんさんやる気はまんまなぜなら車でビーチボール膨らまし頭クラクラ窓を開け切るクーラーツーラースピードほどの朝感じながらダラダラ汗流し笑いながら過ごした夏の日夏の思い出手をつないで歩いた海岸線車へ乗り込んで向かったあの夏の日なんて思い出して感じるこの季節が来るたびをも期待してる思い出せる一人だけで過ごす夏の日に夏の山と思い出す場面振り返る時 yeah, yeah, 来るだけでまた思い出してく夏の日物語また増えてゆくだけ夏の思い出手をつないで歩いた海岸線車へ乗り込んで向かったあの夏の日なんて思い出して感じるこの季節が来る旅をも期待してる思い出せるケツメイシの夏の思い出ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱり16ビートル買ってみるとすごくこうファンキーで踊れて楽しくてもうパーティーみたいなそれこそ夏にみんなで車で海に行こうみたいなそんなテンション満載なんですけどこれねガズも思ったんですけどこのケツメイシをねリアルタイムでこの曲聴いてた、皆さんってもう今多分ねパパとかママになっててこれ家族でさもう一回この曲ウクレレコード3つだしキッズと一緒に歌うとかも最高だと思います。皆さんぜひケツメイシの夏の思い出、思いっきり楽しんでウクレレで弾いてみましょう。ありがとうございます。そしてちょっと皆さんお知らせです。2021年の夏ガズレレがこう提案していましたこのカオレレフェス2021こちらですね80名様の参加がないとこのフェスティバル以外は開催もちょっと危ぶまれるということでやってたんですけどなんと参加のメンバーが80名超えていただきましてなんと開催決定です。これガズクラブ内でのイベントですのでぜひ皆さんこれめちゃくちゃ面白いイベントになると思います。詳細はここのリンクぜひともチェックしてみてください。あと引き続きましてこの本リットミュージックのこのシリーズ今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て赤いニューエディションっていうのがありましてこれ中身ちょっと変わったんですよね最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんでチェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいねグッズがあります。この使ってる、ストラップだとかキャップ T シャツ夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。